お世話になっております、マサルです。今回からネットワークセキュリティについて一緒に勉強していきます。今回のテーマは TCP と UDP です。早速始めていきましょう。今回学ぶ内容です。まずは IP について勉強します。その後 TCP と UDP それぞれの特徴を学び、最後に TCP と UDP を比較します。それでは始めていきましょう。日頃皆さんはインターネットを使ってますよね。この動画もインターネットを使って YouTube にアクセスして見ていると思います。インターネットの世界は IP というプロトコルを使って通信することになっています。プロトコルという言葉が聞きなじみがない方もいるかもしれませんが、プロトコルというのは厳密なルールのようなものだと思ってください。インターネットは IP という厳密なルールに従って通信しているということです。では IP というプロトコルはどのように厳密なルールを規定しているのかというと、例えば IP アドレスを使って通信しましょうとか、こういう順番でデータを作って送りましょうとか、そういったルールを決めています。ただ IP というプロトコルは確実に相手にデータを送るためのルールを考慮していません。送ったはずのデータが相手に届いていないと困ってしまいますよね。そこで利用されるのが TCP というプロトコルです。 TCP と IP2 つのプロトコルを使って通信させることで確実にデータを相手に届けることができます。ただ TCP を使うと確実にデータを届けるためにデータ自体が大きくなってしまったり、相手に届くまでに時間がかかったりします。信頼性よりもリアルタイム性が求められる通信の場合は UDP を利用します。 TCP と UDP についてはこれから詳しくお話しますが、まずはインターネットは IP というプロトコルによって通信していること、 IP というプロトコルだけでは確実に相手に届けることができないというところを覚えておいてください。先ほど TCP は確実に相手にデータを送ることができるとお伝えしました。どのようにして確実に相手に届けることができるのか流れを見ていきましょう。まず TCP はデータを送る前に 3-way ハンドシェイクを行い、コネクションを確立します。イメージとしてはクライアントから信を送って、これから通信したいのですが大丈夫ですかという通信を送ります。サーバーからは大丈夫ですという意味の ACK と、こちらからも通信したいのですが大丈夫ですかという意味の通信、信を合わせて信アックで送り返します。最後にクライアントがサーバーからの信に応答する形でアックを送り返して 3-way ハンドシェイクが完了します。この3回の通信をやり取りすることでお互い通信できる状態を整えています。このように通信できる状態になっているので、コネクションが確立しているということができます。次に TCP ヘッダーを見ていきましょう。TCP ヘッダーというのは TCP で利用するための制御情報のことです。さまざまな情報が含まれていますよね。今回注目してほしいのはシーケンス番号と確認応答番号です。実際の通信はパケットと呼ばれる小さいサイズにデータを分割して送ります。分割したパケットを受け取った相手はデータを元のデータに作り直す必要があります。その時にシーケンス番号を確認しながらパケットを作り直します。シーケンス番号によってどこまでパケットを受け取ったのかを確認しながら、次に送ってほしいシーケンス番号を確認応答番号を使って相手に知らせます。シーケンス番号と確認応答番号を使ってやり取りをすることで、大きいデータをパケットに分割して送ったとしても受信側では正しい順序でパケットを元のデータの形に戻すことができます。 TCP はこれまでお話ししたように 3-way ハンドシェイクによってコネクションを確立することと、シーケンス番号と確認応答番号を使って確実に相手にデータを届けることができるようになっています。次は UDP について見ていきましょう。 UDP はリアルタイム性が求められる通信や軽量な通信で利用されるプロトコルです。 TCP のような 3-way ハンドシェイクによるコネクションは行いません。コネクションを作らないのでコネクションレス型と言われることもあります。信頼性はなく、送信側は受信側が正しくデータを受信できたかどうか分かりません。信頼性がないなら TCP の方が良いプロトコルであるかのように感じますが、もちろん UDP を使った方が良い場面があります。 UDP というのはシンプルな作りになっているため、リアルタイム性が求められる通信やデータを分割する必要がないような軽量な通信に向いています。例えば通信に遅延が発生すると影響が大きく出てしまう音声通信や、1回の通信量が小さい DNS の通信の場合は UDP を利用して通信することが多いです。
最後に今回学んだ内容を振り返りながら TCP と UDP を比較しましょう。まず事前知識として、インターネットは IP というプロトコルを使って通信しています。しかし IP は相手に確実に届けるための仕組みを持っていません。そこで相手に確実に届けるための TCP というプロトコルがあります。 TCP は 3-way ハンドシェイクによってコネクションを作って通信すること、さらにシーケンス番号と確認応答番号を使って確実にデータを相手に届けることができます。ただリアルタイム性が求められる通信や軽量な通信には UDP が向いています。音声通信や DNS の通信は UDP を利用することが多いので覚えておきましょう。それでは今回も動画をご覧いただきありがとうございました。私はネットワークの基本を楽しく学べるオンラインコミュニティと Twitter を使った情報発信もしています。オンラインコミュニティは参加者さん同士が交流できるイベントも様々用意しています。横のつながりを作って勉強したい方におすすめです。無料お試し期間もあります。ぜひお気軽にオンラインコミュニティ遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回は TCP と UDP について勉強しました。基本的に TCP で信頼性のある通信を実現して、リアルタイム性の求められる通信や小さいサイズの通信は UDP を利用するということでしたね。とはいえいろんな例外があることも知っておくと良いかもしれません。例えば DNS は小さいサイズの通信なので基本的には UDP を利用しますが、 DNS でやり取りする情報量が大きくなる場合は TCP を利用することもあります。 HTTP の通信もこれまでは TCP を利用するのが当たり前だったんですが、 UDP を利用して別の技術で信頼性を担保する Quick というプロトコルができたりしています。必ずこのプロトコルは TCP を使う、 UDP を使うという思い込みから試験では間違ってしまう可能性があります。基本を抑えながら柔軟に勉強していきたいものですね。それでは今回のご視聴ありがとうございました。